リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャックスタート。5月2日月曜日、姫野舞子のチャンネルジャックのお時間です。リンゴマンレコード、今日ですね、なんと、アレクシー・コデンコのミュージックビデオが世界配信されました。すごいね、あの楽器ね、パラライカ、そう、パラライカです。三弦弦ね、すごい素敵ね。聞いていただきましたか？あんな綺麗な音が出るんだね。ミュージックビデオを見ていただきましたか？見た見た、面白い。あの言葉わかんないけど。ねえ、私も、ウクライナの。ねえ、女優さんなんだってね、ウクライナの。有名な女優さんらしい。ねえ、ねえ、ウクライナのその映画なんかあんまりこっちではポピュラーじゃないから知らないかったけど、ねえ、本当。本当ですよ。ねえ、あの楽器の音色がいいわ。あれね、本当に3本しかないのにあれだけの音が、ねえ、ミミラ、そう、ミーミーラ、イーイーエーですね、音はね、ねえ、すごいね、解放イー、解放エーですね、それであんなに素敵な音色を奏でることができるってね、ねえ、本当です、音楽の世界ってね、素敵ね。ですからこれを今月はプッシュしていかなくてはいけないので、ああねえ、よろしくお願いします。そうそう、仲間だし ね、 ねえ、仲間だし、プッシュプッシュ、そうそう、ね、プッシュプッシュして、ねえ、本当、あの YouTube の方を見ていただけるとですね、うん、あの再生が上がりますので、いや、あとであのトピックの方を送りますので、そちらの方をリンクしてお友達にあのシェアしていただけたらありがたいですので、ね、よろしくお願いします。嬉しいね、聞いてねっていうね、う、ゴールデンウィーク、舞子さんは何をされてますか？私はね、ゴールデンウィークもね、元気でお家にいるよあの音楽を聴きながら元気でね、お家にいて、お花ね、あのお花がいっぱい咲いてね、お庭に、楽しい。何の花が咲いてる？いろいろね、白、紫の白が咲いたりね、あと日本の日本原産のね、あの大好きなガーベラが咲いたりね、真っ赤な裏が金色だったりね、あとシャクヤクがパンパン咲き出したしね、あとね、あのシャガっていう珍しい花が咲いたりね、コデマリが咲いたり、いっぱいいっぱいいろいろ咲いてね、なんか嬉しいね。あとね、メダカちゃんたちがね、そろそろね、私メダカ育てるのも趣味なんだね、楽しんでるんだけど、お家で癒されて、メダカちゃんたちがね、なんかね、2週間ぐらい前から食欲旺盛だなと思ってたらね、そろそろね、あの赤ちゃんを産みたいよ、産卵、産卵、そうだからね、注意深く見てるの。なるほど。それだからね、お家にいてもね、楽しい。わかりました、ね、じゃあ最後にですね、アレクシーの宣伝をして終わりたいと思います、はい、アレクシー・コデンコさんですよね、はい、彼ね、コデンコさん、オーマイチカチチェリ、オーマリチカ、オーマリチカチチェリ、チチェリ、ね、意味が分かんないと、お名前みたいですね、2人の女性の名前みたいな、あ、そう、オーマリチカとチチェリさん、そうかな、かな、分かんないね、はい、でもね、頑張ってくださいね、ウクライナにも元気を与えるよね、そうそうそう、ねえ、今こういう事情だけど、こういう曲が、だってウクライナの音楽が今日本で流れてるのかっていうことを聞いたら、彼らは誇りに思うと思いますので、ねえ、ねえ、ぜひたくさんの人に聞いてほしい、ねえ、本当ありがとうございました。はい、じゃあ今週はこんな感じで、また来週、またね、皆さんも元気で、バイバイ。
слова. Вот это и вся финландиха есть. Включай спи, ну, ты целью очи.